彩り綾は、東日本旅客鉄道が2007年から2017年まで保有していた鉄道車両で、ジョイフルトレインと呼ばれる車両の一種である。JR 東日本長野支社では14系客車、改造のジョイフルトレイン、ロマンを1995年から保有していたが、老朽化の進行並びに、機関車県員による運用効率の問題から廃車することになり、 大体の後継車両として485系電車を改造して登場したのが本車両である。側面のロゴマーク快速、首木屋で限定運用されていた新潟車両センター所属の4両編成である T21.22 編成から T21 編成の制御車を除いた6両を充当した。なお、余剰となった。 クハ481から333.1507は廃車解体された。車両番号については、当初は東急の普通車、グリーン車変更のみでクハモハ、ク黒モロとされたが、2015年6月29日の団体運用終了後、同年7月1日付で硬直切り替え機能の使用を停止したのに伴い、プラス5000の車番変更が、 行われた。2006年5月から12月にかけて、長野総合車両センターで改造施行した。制御車は、北海道向け体幹大雪強化系の1500番台、中間電動車は、本州向け体幹大雪強化系の1000番台を、改造主車とする。それまでの JR 東日本が所有する485、軽改造のジョイフルトレインは、大枠、機器類の流用で、 車体は新造されていたが、あやでは、車体はすべて流用され、内装のリニューアルが主とされた。黒481-5503もろ484-5024もろ485-5024もろ484-5007もろ485-5007黒481-5502、落成後は、長野総合車両センターに配置。N201 の編成番号を付与され、 2007年1月21日の新団体列車デビュー記念、山梨翼バリツアー長野交付、炎山長野から営業運転に投入された。2011年現在、北は大宇本線、青森まで、西は中央本線名古屋と北陸本線、大正寺まで入線した実績を持つ。主な投入列車を以下に示す。車両の老朽化に伴い、 2017年9月30日のありがとう彩り号をもって営業運転を終了し同年10月20日付で廃車された。全商灯の形状や薄紫色の塗装など正面形状が漫画ドラゴンボールに登場する悪役キャラクターフリーザを連想させることから鉄道ファンからフリーザ電車などと呼ばれていた。鉄道ファンレールマガジンありがとうございます。